こんばんは。今日から、思ってることをすぐに感じたので、もうすぐに話して自分の中で消化したいなというところがあったので、もう今すぐ話してます。一つ明らかに自分の中で変わっていくなと、良くないところで、悪くなってるところがあるなと思ってるのが、判断の遅さというか、いいとこ見すぎてて早く判断できなくて逆に奪われてしまうっていうところが、出てきてる。コントロールしてからの角度の体の作り方っていうところが、遅いかなと思うし、この遅い理由としては先に見てないっていう認知のところなんだよね。でボール来る前に周りをしっかり見れてなくて、体の向きがもうボールに向いてる。でボール来る前に目切れるかが生命線だし、そこで状況把握してっていうのが大事なの。でボール止めてるところもその行きたい方向にしか置けてないから、すぐプレーが遅くなってるっていうのが今現状としてある。ボールが移動中にボールから目を切って見るっていうところをしなきゃいけないかなとは思ってるし、止めてからいいとこ見すぎてるところもあるし、ためすぎてるところがある。ためすぎてる。自分で決めてやろうとか、自分がいいとこ出してやろうとか、自分でゴール決めてやろうみたいな気持ちがちょっと強すぎるところがあるし、実際に自分でゴール決めるってのはすごいいいことなんだけど、理由としては、前回の試合で半分で交代してとか、自分を出さなきゃいけないっていうところで、そういう意識になっちゃってるのかもしれないけど、そうじゃなくて、止まってもらってる全部。動きながらもらわなきゃいけない、絶対に。だから注意しなきゃいけないのは、動きながらもらうことと、先に、イメージしていくと、プレーをでボールから目を切る、この3つを、そんな感じで今日感じたことを、もうまさに今感じたことを話しました。そんな感じで今日の一言日記にしたいと思います。ではまた。